アルコーン軍は、アメリカ合衆国ミシシッピ州に位置する軍である。2000年現在、人口は34,558万人である。19世紀半ばの著名な政治家であり、ミシシッピ州知事などを務めた、ジェームズ・アルコーンの名を取って命名された。軍庁所在地は、コリンスである。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積1,039平方キロメートルで、ある。 このうち1036平方キロメートルが陸地で4平方キロメートルが水地域である。総面積の0.36%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この軍は人口34,558人、14,224世帯、及び9,914家族が暮らしている。人口密度は33平方キロメートルである。 15平方キロメートルの平均的な密度に15,818件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は、白人87.37%、アフリカン・アメリカン11.07%、先住民0.10%、アジア0.21%、太平洋諸島系0.06%、その他の人種0.59%、及び、 根結0.60%である。この人口の1.28%はヒスパニック、またはラテン系である。14,224世帯のうち30.90%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、54.50%は夫婦で生活している。ーセントは未婚の女性が世帯主であり、ーセントは 家族以外の住人と同居している。27.60%は独身の居住者が住んでおり、11.90%は65歳以上で、独居である。一世帯の平均人数は2.39人であり、家庭の場合は2.91人である。この群内の住民は23.90%が18歳未満の未成年、18歳。 以上24歳以下が9.10%、25歳以上44歳以下が27.90%、45歳以上64歳以下が24.40%、及び65歳以上が14.80%にわたっている。中央値年齢は38歳である。女性100人ごとに対して男性は93.90人である。 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は89.60人である。この群の世帯ごとの平均的な収入は29,041ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は36,899ベイドルである。男性は29,752ベイドルに対して、女性は25,583ベイドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は15,418米ドルである。人口の16.60%及び家族の13.10%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の18.60%及び65歳以上の22.60%は貧困線以下の生活を送っている。アメリカンファクトファインダー。 United States Census Bureau,http://factfinder.census.gov2008 <発声>年1月31日閲覧。ありがとうございます。